セイヒエルニムスの聖母あるいは、イルジョルノは、イタリア、ルネサンス期のパルマ派の画家コレッジョが1528年頃に制作した絵画である。油彩。コレッジョの代表作の一つで、パルマのサンタントニオアバーテ教会にあるベルゴンチ家の礼拝堂の祭壇画として制作された。ドレスデンのアルテマイスター絵画館の羊飼いの礼拝が夜を意味する。 ラノッテと呼ばれるのとは、対照的に昼を意味する、イルジョルノの通称で知られる。この名前は18世紀に付けられた。現在は、パルマのパルマ国立美術館に所蔵されている。教会の記録は失われているが18世紀後半の出版物によると、本作品は1523年に、パルマの貴婦人、ブリゼイ・デコッタによって、彼女の死去した夫、タビアーノ・ベルゴンツィを 記念するために、聖ヒエロニムスに捧げられたサンタントニオアバーテ、教会の家族礼拝堂の祭壇画として発注された。オッタビアーノは、当時のパルマの著名人であり、コレッジョは、以前に、フレスコ画を制作した、ベネディクト会サンパウロ修道院の修道院長で、ベルゴンチケ出身のジョバンナ・ダピアツンツァを通じて、この仕事を受け負ったと推測されている。聖母マリアは、 芝生の土手の上に幼児キリストを抱いて座っている。樹木の上にかぶせられた大きな赤い膜はまるで神聖な聖会話の場面を覆うベールを取り去るかのようである。この赤い膜のもとに聖母子を中心に天使と聖人で構成される登場人物たちと素晴らしい風景が見える。彼らは互いの身振りや視線で緊密に結びつき、 絵画に一体感を与えている。画面左には、ラテン恐怖の代表的人物の一人である、セイヒエロニムスが立っている。セイヒエロニムスは、ウルガタをラテン語に翻訳したことで知られ、また中世の黄金伝説においては傷ついたライオンを助けたエピソードで知られる。そこで絵画の中のセイヒエロニムスは翻訳の草案を右手に持ち、ライオンを伴った姿で描かれている。 彼をこの場に招いたのは、聖母、マリアの隣にいる天使であり、天使は最も美しい笑顔を浮かべながら、聖人が翻訳した、ウル型を開いて、聖母と幼いキリストに見せている。キリストも、聖書の方を見つめながら、手を伸ばしている。そして、構図の中心に位置する聖母マリアは、目を伏せるように微笑みながら我が子を見守っている。一方の画面右では、マグダラのマリアが、 幼児イエスに対してひざまずいている。彼女は、ヨハネによる、福音書二重章では、ノリメタンゲレの言葉によって復活したキリストに触れることを許されなかったが、ここでは身をかがめて、頭を、愛おしげにキリストに当てながら、左足を愛撫しており、キリストも、また彼女の頭に手を添えている。マグダラのマリアは女性らしく、左手で衣装を整えており、また彼女の背後には、 アトリビュートの南高の瓶を持った天使が付き添っている。愛らしい仕草で身をかがめているマグダラのマリア。キリストもまた彼女の頭に手を添えている。彼女の背後の天使は南高の匂いを嗅いで鼻にシワを寄せている。1984年にニカラグアで発行された切手。聖ヒエロニムスは何十年もの間、ウルガタの翻訳に苦労し、困難な仕事の終わりに、 神の同意を絶望したと伝えられている。そこで絵画の中の聖母マリアと幼人イエスは、キリスト教の始まりの地であるベツレヘムの聖なる洞窟に戻り、ラテン語で翻訳された新たな神の教えを確認し、同意している。この点にコレッジョの構図の意図が集約されている。彼らはコレッジョの絵画に特徴的な画面を斜めに横切る形で配置され、 左端の聖ヒエルニムスの頭が一番高い位置にあり、そこから聖人の斜めの視線に沿って天使とウルガタに目を通しているキリストや聖母の姿があり、最後にマグダラのマリアの輝くような衣服が配置されている。奥行きの点では人物たちはすでにアルテマイスター絵画館の聖セ,セバスティアヌスの聖母で採用した鑑賞者の感情的な参加を容易にする。 半円形の形で配置されている。描かれた登場人物たちの多くは自身の行動に集中しているのに対して左端で画面の外側を見つめるライオンと右端のマグダラのマリアの難航を持つ天使の視線が干渉者の存在を強調している。また色彩の点ではコレッチョの注意深い構成によって赤い幕が画面左端で正比エロニムスを包むように落ちており 対角線上に鮮やかな色彩が配置されている。オックスフォード大学のクライストチャーチには絵画の唯一知られている準備素描が所蔵されているが、そこではマグダラのマリアの姿が省略されており、女性の発注者の要求で追加された可能性がある。その驚くべき美しい色彩を称賛したジョルジョ・バザーリに始まる絵画の名声は並外れたものであり、バザーリは 聖書を提供する天使の笑顔は最も憂鬱な、干渉者でさえも元気づけることができると述べている。偉大な芸術家も海外に魅了され、クレタ出身の画家エルグレコは、マグダラのマリアを、絵画の唯一の人物だ、と叫んだ。アゴスティーノ・カラッチが制作した美しいエングレービングによって、聖ヒエロニムスの聖母の名声は17世紀に、ミラノ、ベネツィア、ローマ、 そして、ヨーロッパの芸術の中心地へと広がった。イタリアの著述家、フランチェスコ・アルガロッティは、おそらくこれまで、人間の手で生み出された作品の中で最も美しい絵画と書いた。サンタントニオ・アバーテ教会が多額の修復費用を必要としたとき、複数の美術コレクターが、驚異的な金額を提供することで作品を購入しようと試みた。その中には、ポーランド国王、 フランス国王、神聖ローマ皇帝も含まれていた。祭壇画は、教会の再建後に、牧師館に移された1712年まで、礼拝堂に留まった。1749年、すでにコレッチョのラノッテと、他の三つの祭壇画を購入していた、ザクセン選帝公、アウグスト3世に絵画が売却されようとしているという、噂を受け、パルマ大聖堂に運び込まれて保管された。 1765年にパルマ公爵フィリッポ一世によって1750ゼッキーノで購入され、新しく設立されたパルマ美術アカデミーに移された。その後、絵画は1796年にナポレオン軍によって略奪されたが、1816年にパルマに戻され、パルマ女皇、マリアルイーザの医師の元パオロトスキとジローラモマニャーニが、 特別に設計したパルマ国立美術館の現在の場所で展示された。ありがとうございます。